ワザップ検証シリーズ、ポケットモンスターダイヤモンドパール編。2006年10月1日13時46分投稿。閲覧回数8105回。裏技、伝説のポケモンゲット。ヒードラン、レベル70。ポケモンリーグをクリアした後、全国図鑑にする。一度ハードマウンテンに行ってバクと一緒に行動し奥まで行く。その後一度サバイバルゾーンに行きバクに話しかけます。そしてまたハードマウンテンに行くと奥にヒードランがいます。レジギガス、レベル70。ポケモンリーグをクリアした後、全国図鑑にする。その後キッサキシティに行き、キッサキ神殿に行き、奥に進んでいくとレジギガスがいます。必要な技、岩砕き。必要なポケモン、レジロック、レジスチル、レジアイス。説明下手ですいません。また新たな伝説のポケモンの情報が入れば更新します。ハム三世スーパーカロンへ。あんたらバカ、今となっては常識だけど昔は知らない人がいたから投稿したわけ。常識ですとか言って評価下げるくらいなら感想書くな。てかマジ君らみたいな頭おかしいやつは死ね。天月さん、ご指摘ありがとうございます。またバカが出てきました。 X 号、あんたもほんとバカだね。まだ知ってる人がいない時に投稿したわけわかる？っていうか知ってるなら見るなよ。さすがバカだね。あとアルセウス交換してくださいとかコメントに書いてるバカマジで死んでくれ。意味がわかんない。改造で勝手に作れアホ野郎。高い評価をくださった方ありがとうございます。結果、伝説のポケモン全部ゲット。2006年10月28日14時18分投稿。閲覧回数11,151回。裏技、アルセウスの捕まえ方。図鑑を完成させなくてもアルセウスをゲットする方法を見つけました。まず四天王のオーバの部屋でオーバと戦わずに暗黒世界へ行く裏技を使って謎の場所まで歩きます。そうしたら左に戻りの洞窟まで歩きます。その後に再び謎の場所まで歩き、そこで探検セットを使う。ここまでは簡単。この後が大変。その地下で自分の持っている弾とトラップ、グッズ、宝を全て捨てます。ここで注意、弾は99のものを5つ以上捨てなければいけません。種類は何でもいい。それで地上に戻ると、来た来た来た、結果アルセウスやー。